本日は悲しいお知らせです。演歌歌手の三山ひろしさんの義理の父であり、松前ひろ子さんの夫、作曲家の中村天翔さんがお亡くなりになりました。本当に残念でなりません。ご家族の皆様、どうぞお力落としのございませんように。北島三郎さんの仁義、松前ひろ子さんのまさか、三山ひろしさんの人恋酒場などを手掛けた作曲家の中村天翔さんが8月16日肺炎で亡くなりました。83歳でした。葬儀は家族葬としてすでに行い、後日お別れの会を開催するそうです。妻は歌手の松前ひろ子さん、三山ひろしさんは義理の息子になります。中村天翔さんは歌手の登竜門として知られるコロンビア歌謡コンクール徳山大会で入賞をした後、歌手を志して上京し、全国大会で入賞され、その後歌手の若山明さんの付き人や作曲家の原六郎さんに指示をした後、編曲家に転身しました。1963年、昭和38年に北島三郎さんの三郎太鼓の B 面、田舎へ帰れよで作曲家デビュー、2作目の仁義が大ヒットしました。作曲家としてのペンネームを中村貞夫から中村千里、そして中村天翔へ改名し、日本クラウン以外のレコード会社の作品を手掛ける際には山口博を使いました。三山博さんの芸名の博は山口博さんから来ているのは有名ですね。松前さんとは仲良し夫婦として知られ、生前松前さんのイベントに参加をした際に、松前をよろしくと話されていました。主な作品に北島三郎さんの誠、鳥羽一郎さんの男の港、親子船、松前ひろ子さんの萩未練、春小読み、三山ひろしさんの宵町酒場、団長根港町、女に生まれて、藤あや子さんの心酒、紫雨情などがあります。松前ひろ子さん、三山ひろしさん、ご家族やご関係者の皆様、この度は思いがけないことで、さぞかしお力をお年のこととお察しいたします。心よりご冥福をお祈り申し上げます。